こんにちは、小賀と申します。KBF のショップスタッフをやってます。今日は私のカバンの中身紹介をしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。最初に使っているカバンを紹介したいと思います。はい、じゃあカバンがこちらのブルーの柄のバッグを使ってます。フリーダというブランドのバッグです。こちらは実はヴィンテージのラグを使ったバッグで、なんかラグをこう貼り合わせて作っているカバンなので、もう柄が世界に1個しかない柄になってて、そのなんかストーリーを聞いてちょっとキュンときて買っちゃいました色もすごい、私寒色系がめちゃめちゃ好きなので、もうこの青がと一目惚れで買って、すごいお気に入りのバッグになってます。はい、じゃあ早速カバンの中身紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずはこちらのマルジェラで貼ったお財布です。こちらが1年前ぐらいとかに買ったんですけど、なんか最近やっぱ小さめのカバンが結構トレンドなので、長財布よりもコンパクトなバッグに収まる財布を探してたら、ちょうどすごいいいサイズのものが見つかって、しかもさっきも言ってた、めちゃめちゃもうブルー大好きなので、もうこれを見た瞬間にサイズもカラーも気に入って即決した、すごいお気に入りの財布になってます。中はこんな感じです。カードが入れるところが4つで、結構本当にコンパクトなので使いやすくてめっちゃ気に入ってますじゃあ続いてはマスクもご紹介します。なんかこのおしゃれなタイプのマスクを、ちょっと最近仲良しの同期のお友達からいただきました。ちょっとサテンっぽいツヤっとした感じで、ここが長めの紐になってて、すごい気に入ってます。お店は確かブラックバイマウジーで買ったって聞いてます。こんな感じで後ろの紐がすごい可愛いです。ちょっと忍者っぽい感じの可愛いデザインになってますじゃあ続いては私が愛用してるこのポーチもご紹介します。これがちょっとチャイナっぽい柄がすごい可愛くて購入したんですけど、これなんと横浜中華街のほんとお土産屋さんで買った、めっちゃもう多分800円とかのすっごいプチプラのポーチで、結構量もたくさん入るので、すごい割ともう2年とかいっぱい何年も使ってます。はい、よく持ち歩いてるポーチの中身なんですけど、まずこちらのオーバームといって、ヘアオイルとかも出してるブランドのバームなんですけど、髪の毛とリップとハンドと結構もうマルチで使える感じのバームなので、私はでも主にこの前髪とか毛先とかちょっとウエットにしたい時にこうささっと塗ってツヤ感を出してます。はい、このオーバームさんはもうパッケージが本当にめっちゃおしゃれで可愛くって、これはなんか手の模様なんですけど、他のがなんかこう唇だったりとか、なんかロープみたいな感じのデザインとか、ちょっと変わったものが多くて、なんかその謎な感じが可愛くて、結構いつもパケ買いしてしまってます。はい、なんか質感は結構ウェットな感じで、結構皆さんもよく使ってると思うんですけど、プロダクトのワックスとかにちょっと似た感じで、すごい香りも柑橘系でめっちゃ癒されますじゃあ次はよく持ち歩いてるコスメなんですけど、こちらのアディクションのアイシャドウを使ってます。24番です。今年は暖色系のメイクがすごいトレンドなので、このテラコッタっぽい感じのカラーがすごい可愛くって、まぶたにちょちょんって塗るだけでも結構こう今っぽい感じの顔になるので、これすごい
使ってます。ちなみに今日使ってるリップもちょっとご紹介します。これが白のリップで9108番の確か名前ヴィンテージブラウンとかなんか可愛い名前だった気がするんですけどのちょっとゆっくりブラウンのリップを使ってます。なんか全体的に秋冬はなんかメイクはブラウンとかやっぱオレンジ系がすごい今ハマってるのでもし気になればぜひと、香りがちょっとジンジャーっぽい感じの香りがしてなんかこうジンジャーエールみたいなすごい香りがして美味しいです。じゃあ最近買ってすごいお気に入りのこのコスメも紹介します。こちらがアニベンのカラーリングソフトアイライナーのデイブレイクっていうちょっとゴールド系のペンシルタイプのライナーを使ってます。なんかこれすごい冬のお洋服とかになんかニットとか着た時にちょっとこう目元にキラッとつけるだけでもすごい冬っぽくなるのでなんか女性らしくしたい時とかは結構つけたりしてます。なんか鉛筆じゃないので結構柔らかくて馴染みます。すごいなんか結構インスタグラマーの方とかが使ってて気になって買っちゃいました色味でもなんか結構最近出たばっかりのコスメブランドなのでなんか今っぽいなんかブラウンとかベージュ系とかボルドー系の色展開でした。結構ほとんど。じゃあ次はこちらのハンドクリームを紹介します。こちらがビュリーのハンドクリームでビュリーのものは結構お友達とかにプレゼントすることが多かったんですけどなんか自分用に意外と買ってなかったなって思ってなんかハンドクリームだと結構手頃に調整もしやすかったので最近買った結構お気に入りのアイテムです。なんですけど今日実はまさかの中開けたら入ってなくって入ってなくってちょっと張り切りすぎたせいかちょっとお友達のお家に中身だけ忘れてきちゃったんですけどちょっとどうしても可愛かったのでちょっと箱を持って紹介しに来ましたじゃあ次は香水とフレグランスをご紹介します。はい。なんか私すごい香水がめっちゃ好きで結構集めてるんですけど、まずこっちが、これ KPF でも取り扱いのある、スプレーで、これ本当フレグランスっていうよりかはルームスプレーの用途なんですけど、結構まあお部屋とかにも使うんですけど、まあアウターにかけたりとか、なんかこうご飯屋さん行った後とかの、まあ、消臭剤代わりみたいな感じでもすごい使えるのでなんかちょっとこれはオレンジ系の香りですごいとにかくオーガニックな香りですごい使いやすいのでおすすめです。はい。ルームスプレーなんですけどなんかまあお部屋だけじゃなくて私はこうアウターとか匂いいっぱいなんて言えばいいんですか、香水ほどつけたくないけどちょっと香りつけたいなぐらいの時に使ってます。はい。香水これ本当めっちゃ私大好きな香水でこれもマルジェラのものなんですけどレプリカっていうシリーズの香水でもともと本当もうちょっとこのぐらい大きめのサイズが結構定番で売ってるんですけど本当11月ぐらいかなにこの持ち運び用の 30mm のタイプがもう販売したって聞いてもう見た目も可愛くってもうすぐ買いに行きましたでいつも結構爽やか柑橘系とかなんかムスクとかの匂いを使うんですけどちょっとやっぱ今は季節的に秋冬なのでなんかウッド系の香りのものを使ってます。で、
この香水のめっちゃ面白いのが、なんかその香水の香り一つ一つになんかストーリーがあって、これがなんか図書館の古い本の古紙の香りとかに、でなんかちょっと面白いなと思って嗅いだら、でもすごいなんかウッドな感じでおしゃれな香りになってて、すごい気に入ってます。はい、優しい感じなので香水ほど強くなくて、これは結構万人受けするかなと思います。じゃあ私が普段使っているこちらのアクセサリーの巾着袋も紹介します。こちらがハンドメイドでアクセサリーを作ってるユリカ・アクツさんっていう方の、ポップアップのショップに行った時に、なんかアクセサリーと一緒にいただいたすごい思い入れのある可愛い巾着になってます。結構なんか私この中にいっぱいいつも入れてて、なんかその日の気分とかお洋服に合わせて結構変えたりとかしてるので、結構いつもいっぱい持ち歩きしてます。着替えた時に今日のこれじゃないなってなるのが結構気になるのでそういう時とかのためにも結構もういつもほぼ全部とか持ち歩いちゃってます。結構お店の方でもお洋服、KBF のお洋服を着てスタイリング取る時とかも結構多いので、そういった時になんか朝つけてきたアクセサリーとちょっとこう合わないなっていうのがやっぱ気になっちゃうので、そういう時のためにも結構常にいろんなタイプのを持ち歩いて、その日のこうお洋服にちゃんとマッチするのを選んでちょっとこだわってつけてます。普段使ってるアクセサリーの中でもお気に入りのものもちょっとお見せします。こちらのすごい大ぶりなピアス、こちらがさっきご紹介した巾着袋のアーティストの方が作ってるユリカ・アクツさんのピアスです。なんかこのパールがすごいめっちゃ色がピンク系で本当にキラッとしてて可愛くって、なんか私も今日もなんですけど大ぶりのタイプのが本当に大好きなので、これなんか他のお店にもない感じで、もうめっちゃ可愛いなと思って購入しました。次のはこのゴールドのちょっとこう変形した形のピアスなんですけど、これはKBF でもお取り扱いがあって、これなんか実はキャッチの部分がこういう風に棒がついていて、こっちにこう刺す部分があって、本当になんかつけるとこうくるっとして変わったデザインなんですけど、なんか左右だとまたこうアシンメトリーな感じになるので、なんかそれがまた不思議な感じが KBF っぽくて、これ本当に結構な頻度で一番ぐらい使ってるピアスです。私が今日つけてるこの大きいのも KBF でちょっと前にお取り扱いがあったものです。これもなんかシェルっぽくてすごい結構何のお洋服にも合って、めっちゃお気に入りの一つです。じゃあ今日つけてるアクセサリー、まずこちらのウッドバングルから紹介します。これでも多分2年前ぐらいとかにフリークスとかで買いました。すごいこれ結構存在感があるんですけど、なんかワンピとかにこうさらっとつけても可愛いのでめっちゃ気に入ってます。これはこれトゥデイフルで購入したちょっと別光っぽい感じのリングです。これもなんか存在感があるので、なんか最近あんまりゴールドとかよりこういうアクリルのも1個つけるのが結構ハマってるので、もう最近これだけシンプルにつけてます。じゃあ最後に私が今ハマっているものも紹介します。こちらがチャラーン20のファイルをお仕事の書類とかもここに入れて
持ち運びとかしてるんですけど、私結構元から TWICE がすごい好きなんですけど、なんか NiziU も最近はやっぱりハマってきたので、ファイルをローソンでお菓子を買ってゲットができるっていうキャンペーンがあったので、もう買ってもらっちゃいました。ちなみに私の推しメンはリマちゃんとあやかちゃんと、あともう一番人気のミーヒちゃんの、まあ、みんな大好きなんですけど、この3人が特に推しメンです。今は私は KBF のショップスタッフをしていて、もう歴は多分今年で5年目とかで、結構長く勤めてます。地元が東北で田舎の方なんですけど、そこで1年普通に働いて、上京して20歳ぐらいから働いてます、東京で。でもやっぱアパレルやるなら都会の方がいいなと思って、ちゃんと地道に貯金して参りました。最初はもうアルバイトで入社して、なんかちゃんと社員の試験みたいなの受けて受かって、そこからもずっと働いてます。今年から実は店長になりました。もうアパレル店員がやりたいって、もう小さい時っていうか物心ついた時からずっと思ってたので、服はめっちゃ昔から大好きだったので、もうこの夢しかないみたいな感じでした。なんか服だけじゃなくて、やっぱお客様とかとも話すのもすごいやっぱ楽しいですし、あとはなんかスタッフ同士も結構 KBF はブランド全体でめっちゃ仲良しなので、もうあれなんですよね、女子しかいない感じなので、なんかもう環境もすごい良くって、お客様も優しくって、やってよかったなって本当に心から思ってます。今KBF の方でも YouTube をちょっとやらせて、ブランドの方でもやらせていただいてて、エキセントリック KBF です。ちょっとへんてこな名前なんですけど。そうですね、そちらのチャンネルにもちょこちょこ出させていただいてて、結構スタッフがほんとメインで、撮影とかも最近はもうスタッフの自撮りとかでもやってるので、なんかこう親近感がいつもより湧きやすい感じで見ていただけるかなと思います。最近この世の中なので、結構なかなかお店とかにも来づらい感じにもなってると思うんですけど、まあ、そういう SNS だったりとか、まあ、YouTube ちょっと見てもらって、なんかまあお洋服だけじゃなくてスタッフとかにも少しでも興味持っていただいたらなんか嬉しいなって思うので、まあ、ちょっとご来店のきっかけとかも、まあ、KBF 全体とか私もまあ SNS ちょっと今頑張ってるところなので、そういうところで見ていただけたら嬉しいかなと思ってます。インスタライブ最近めっちゃ KBF やってます。結構 毎週か2週間に1回とかはやってます。新作とかなんかアウターの紹介とか、結構毎回テーマは決めてやってます。インスタライブした週はそれ見て来てくださる方もすごい最近はめっちゃ多くなりましたね。でもなんかコメントが思ったより拾いきれなかったりとかするんですけど、でもなんかその後もちゃんとスタッフの個人のインスタで質問拾いきれなかったんですけど、なんか聞きたかったことありますかみたいなボックスとか作って、なんかちゃんとそこも答えるみたいなのもやってたりするので、なんかまあ質問とか、そうですね、できるだけ答えるようには結構取り組んでます。皆さんもやっぱ試着とかができない感じなので、もう全然言ってもらったら着てアップするとかも全然できると思うので、ぜひ言ってください。じゃあこれが私のカバンの中身でした。概要欄の方に私のインスタの方も貼っていただいてるので、
もしよければ、結構私低身長なので身長低めの方とかのコーディネートの参考になればいいなと思って結構アップもしてますので、ぜひ気になる方とかはなんかフォローや DM よろしくお願いします。はい、身長147です。めちゃめちゃ小さいです。ご視聴ありがとうございました。